糸田純あまりに不憫すぎてフライデーからも同情の記事。こんなことあるんやな。ガチで同情されてるやん。スクープなしでただ同情の記事と書くさ。東海地方でむっちゃ見るし、ようやっとるわほんま。干されかけた時に東海での仕事増やして、その際に交通費も折半、ホテル代も実家に泊まるからいらないとかいろいろやって、仕事もらって確実に実績上げてたと記事に書いてある。こんな同情された芸人ゼロ説、言うてよう生き残ったよなこの人。ハンバーグ師匠としてなら大丈夫やろ。小沢関係ないし。でもこいつオフのテンションで喋ると結構怖いんよな。オフのテンションは出川もあれやろ。アンジャッシュ小島と同一人物説あるよな。楽屋の藤井隆系統か。変な色のバイク乗ってるから残党。呪いのハーレー乗ってるからしゃあない。呪いのハーレーがついに持ち主壁場を。ハーレーのやついつ見ても笑。こいつは一人で営業できるようにハンバーグ編み出した仕様やっとるよ。小沢にはできんやろ。